最初からでも頭でライン乗りが決まってるってところがでかいですね。さすがですよね。なんか多分パッと走ってここはこういう風に走るんだろうなっていうのを考えてから乗ってるんで、絶対に。でそこからなんか どれがどう速いっていうのを走りながら多分試すとこは試して正解を見つけていくじゃないですけど、うん、そんなにドライバーたちはそういう風にもうものすごく考えてドライビングしてる。そうですね。